こんにちは、ひろきです。役に立つビデオを作っていくっていうので、じゃあトム・ブラッドリーの様子、免税店から行きましょうか。何が売ってるのか。まあ化粧品これ全般ですね。今はラメールっていうのがこれ中国系なの？わかんない。ごめんなさい、僕は化粧品わかんなくて。こういうのを今売ってます。基礎化粧品なのかな、エッセンシャルコレクション。ブラウン。お。今の免税店の様子ですよね。エッセイローラー。ディオール。クリニック、うん、15% オフ。これ好きなんですよね、ハッピー。これいいですね。はい。ああ、this promotion? Yeah, this is a ladies bottom for men. Ah, I using the here. Oh, the bottom. Oh, yeah. Right now it's 73, but almost half price, 39. Ah, I thinking about the return too. Yeah.クリニックが今セールだそうです。ラメール。おかしないか、このブランドね。無知だから。うん、はい。はい、あ、はい。どうしような。スノーローランか。だいたい100ドル以上ですね。シェード。あんまりね、広くないんですよね。日本がやっぱり免税店は一番広いですよね。消えちゃった。ちょ、免税店の調査ということで始めてるんですけど、ちょっともっと考えてみ、あれ頼むしかな。 We are currently doing inventory. Oh, oh. はい。ちょっと化粧品売り場としては広いのかな。広いと思います。ただでも免税店としてはこれそんなに広くないですよ。じゃあちょっと一旦打ち切ります。入ってすぐ入り口のところにあります、メインの免税店はここです。はい、では参考になればまた意見ください。修正して修正して修正してまた作っていきます。ではでは。